大原貯水池は、滋賀県高架市高賀町上の淀川水系大原川に建設された、灌漑用水を目的とした、農業用ため池である。堤高が27メートル以上と非常に大規模で、河川法上、ダムに位置づけられ、大原ダムとも呼ばれている。明治以降、蕎麦川流域では、寒河が頻繁に起きたため、昭和十年代後半に、大原村、 油日村、佐山村と港南町の一部の、計泉100ヘクタールを受益範囲として、灌漑防止のための県営港南4、課長村農業水理改良事業に着手した。当初の計画では、第1号ため池をくぬぎの川上流に、第2号ため池を大原川上流に建築し、20km の幹線水路を整備、排水する計画だった。戦時下ということもあり、 先に1943年に第2号ため池として着工し、1958年昭和33年に完成した。なお、第1号ため池は一位の砂防ダムとして後で建築されている。鈴鹿山系の最上部を集水区域として、下流域水田農地605ヘクタールに清水を安定的に供給している。老朽化が著しく、機能低下や、 それに伴う安全性が問題となったため、2007年度から改修された。1972年にキャンプ場を開き、1998年に改装して運営していたが、後に閉鎖した。大原町水地地区。滋賀県。2019年6月27日閲覧。ABC シュガの農業推理編成し、滋賀県。 https://www.pref.singer.lg.jp コロンススララッッシシュュスラッシュファイルスラッシュアタッチメントスラッシュ 4040234.pdf ありがとうございます。